このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。両パラリンピックウィルチャーラグビー日本代表キャプテンの正治武です。司治岳。1980年仙台市生まれの36歳。21歳の時、 事故で首の骨を折り、車椅子生活に。入院中、ウィルチェアラグビーに出会い、2010年、日本代表入り。パラリンピックには、ロンドン、リオと2大会連続出場。リオでは、池選手と共に代表キャプテンも務め、日本を悲願の銅メダルへ導いた。小中学校の頃は、剣道が得意だった少子。スポーツが大好きだったが、 内装解体の仕事をやっていた21歳の時、落下事故に遭う。まあ、4階から1階まで穴が開いてて、で、2階を、その、コンパネで塞いでいて、で、その4階で作業してて、4階からスーッと落ちて、2階のコンパネに、お尻から落ちて、で、首がカクーンってなって、で、ほんと首だけカクーンと折れたんですね。で、首の骨、まあ、多分6、7番、 らしいんですけど、頸髄の。折れて、でもそこから、一切体が動かなくなって。脊髄の一番上、頸髄を損傷。リハビリの結果、胸から上は何とか動くようになったが、指はうまく動かすことができず、胸から下に関しては全く動かないままだった。そんなある日、少女は入院先の病院で、 あるスポーツを紹介されたまあ仙台に入院していてで入院中に当時仙台にスーパーソニックっていうチームがあったんですけどそこの選手に、まあ、入院中なので病棟まで来てでちょっとこういう競技があるからやってみないかって言われて、まあ、入院中やっぱ暇なのでやることもないしそのまま連れてかれてで競技用の車椅子ですよね、まあ、乗ってしょっぱなままをタックルして <laughs> やった瞬間にもう。 これはもうう始めよと車い子で戦うラグビーウィルチェアラグビーに一目ぼれしてしまったラグビーなのでタックルしてその衝撃とか、まあ、それが一番印象に残るんですけど僕はやっぱりこう共有車椅子乗ってこう自由に走り回れる感覚というかもうすごい自由に動き回れるのであこれはもう楽しいなと思って。 すぐ地元のチームスーパーソニックに入団した正治ウィルチェアラグビーは車椅子によるタックルがルールで認められている激しい競技だが実際にプレイしてみた感想はいやもう最初はすぐ疲れるんですでもそれがやっぱり原動力というか、まあ、悔しいから続けてって、まあ、絶対うまくなってやろうとそういう気持ちでやってましたけど めきめきと実力をつけていった庄司だったが、日本代表入りの話を辞退していいたというやっぱり日本代表ってすごいもんだと思ってたので、そんななんか生半可な気持ちじゃできないと思ってたので、やっぱり、うん、ちょっと遠慮してた部分がありましたね、その時はだが、結婚して2009年に子供が生まれ、庄司は考えを変えた。 子供に誇れる父親になろうっていうのはまあ常々思っていたのでだとしたら自分が今やるべきことっていうかやらなければいけないことは何かなと思った時に挑戦しないのはよくないんじゃないかなと思って、まあ、そこでまあ覚悟を決めて日本代表をちょっと目指してみようと思いましたね2010年初めて日本代表入りした庄司デビュー戦は モントリオールで行われたカナダカップだった。最初に日の丸を背負って感じたことは。その日の丸を背負って世界で戦うっていうのは、ちょっとまるっきり。違いましたね。その重さとか覚悟とか。海外勢の外国人の大きさとか、重さとか。本当にもう、結構度肝抜かれましたね。二千十二年。少女はロンドンパラリンピック代表に選ばれた。 初めてプレイする世界最高の舞台、スタンドも満員だった。本当パラリンピックは、一言で言うとほんと素晴らしいところとしか言えなくて、いろいろこう説明するんですけど、行ったものにしかわからないというか、なんかとてつもない場所でしたね、パラリンピックっていうのは。街中を歩いてると、街行く人たちが、もう日本代表、僕たちを見つけて、 まあ写真撮ってくれとかいいゲームだったよとかアスリートとして見てくれてるっていうのもすごい感じましたし、まあ、そういう部分も含めてやっぱりパラリンピックっていうのは素晴らしいいところというか日本代表はアテネで8位北京で7位そしてチーム強化で臨んだロンドンでは世界3強アメリカカナダオーストラリアの壁が厚かった。 準決勝でオーストラリア3位決定戦でアメリカに敗れ4位惜しくもあと一歩のところでメダルを逃したロンドンの時の4位っていうのは結果4位ですけどその3位との差っていうのは自分の中で結構かなりあったかなっていう印象は残っていてちょっとの差なんですけどそのちょっとっていうのはなかなか難しいところなのかなっていうのは感じたんですけど それを縮めるために海外からアダムっていうカナダのヘッドコーチを呼んだんですけど本当に基礎からラグビーっていうものを教わったんですねそれが本当にラグビーのベースの部分を一から教えてもらってもうそこでガラッと日本代表っていうのは変わったと思いますね庄司自身もさらに厳しい環境に身を置くため 日本代表のチームメイト菅野和彦選手が千葉で結成した新たなチームライズに移籍しただが生活の拠点は仙台のまま頻繁に千葉へ通うことはできず地元仙台で一人で孤独に練習する日々だったまあ辛いですね孤独ですし、まあ、時々本当にずっと一人で走ってたりすると自分がな何やってんだろうなと思って。 ラグビー選手なんで、なんか陸上選手みたいだなと思いながらたまに思うんですけど、ただそこは、あの、しっかりと、その孤独にも打ち勝つように頑張って走って、まあ自分との戦いになりますけど、まあ辛いですよ。はい。地元にいる時は、個人で体育館を借り、ぶつかり合う相手もいない孤独な環境で、一人黙々と練習に励んだ正知。そして、2016年。 再びパラリンピックイヤーがやってきたロンドンではあと一歩で逃したパラリンピック初のメダル悲願を達成するには世界三強アメリカカナダオーストラリアの一角を崩さなければならない何回もアメリカカナダオーストラリアってやってるのでお互い手の内は知ってるしあとはいかにいい準備をして いいメンタルいいコンディションで望むかっていうところだけだったと思うのでウィルチェアラグビーでは障害の度合いに応じ0.5から3.5までの間で選手にそれぞれ持ち点が与えられチーム合計8点以内で4人のメンバーを構成しなければならない障害が重いほど点数は低いが胸から上しか動かせない少女の持ち点は2.0。 チームでの役割は、まあ、ミッドポインターですね、はいまあ、自分の役割としては、やはり、まあ、ボールを持ったら、えー、と積極的に走ったりだとか、まあ、あとボールがないところでは、まあ、ハイポインターの助けとなるような動きをしたりだとか、まあ、いろいろ頭を使ったプレーをしなければいけないので、難しいポジションではあると思いますリオで庄司はもう一つ。 重要な役割を任されていた池伸之選手とともに代表のキャプテンを務めたのだキャプテンを2人も受けた理由はもともとはその、まあ、どちらもまあいまいち頼りないっていうところからだと思うんですけど、まあ、でも任された彼にはまあ2人でちょっとお互い協力し合いながらやっていこうっていうことだったんですけど、まあ、続けていくうちに。 まあ池、雪信部っていうのがすごくこうキャプテン誌を持ってるというかいいキャプテンだったのでなので僕はもう基本的にはもう池、雪信を支えるバイスキャプテンのような感覚でやってました予選グループ日本はスウェーデン、フランスに連勝し迎えたアメリカ戦試合は互角に進み終盤日本がリードを奪ったが最後の最後で日本にミスが出て わずか1点差でまたしても敗リオのアメリカ戦に関しては本当に実力の差はなくて、まあ、自分たちはもう勝つ気でいったし勝てると最後まで信じてやってましたし、まあ、その後の池崎選手がボールをこぼして逆転負けっていうシーンもあったんですけど、まあ、それに関してはもう、まあ、池崎選手はずっと出てたので疲れて集中力もやっぱ切れて。 っていうところでのミスなので、それはもう日本代表としての力なので、それが。予選2位となった。日本準決勝は a グループ1位で前回金メダルのオーストラリアと対戦したが、前線虚しく敗れてしまった。うん。まあオーストラリアはやっぱ強かったですね。多分、日本のことをずっと研究してきて、最終的にそれぐらいの差も開いたのかなっていうのはありますね。 三強に連敗。大きな目標だった金メダルの可能性が消え、帰りのバスは全員が沈んでいた。全員が落ち込む中、少二と同じライズ千葉に所属する菅野選手の一言がチームの雰囲気を変えた。どんよりした中で、菅野選手がどうしても金メダル取れなかったけど、メダルを取って帰りたいと。で子供にメダルをかけさせたいと。 言って涙したんですねもうそこからもうみんなもう多分抑えてたんですねもう悔しいのといろいろいろんな感情があったので,でそこでもうみんなもう涙してでそこでもうパチンとスイッチがもう切り替わったというかもう明日に向けて絶対メダルを取って帰るぞとカナダに勝つんだっていう気持ちに切り替わりましたね。絶対に勝ってメダルを取る メンバー全員が同じ気持ちで臨んだ3位決定戦。相手は三強の一角、カナダ。日本は序盤からリードを保ち、最後は52対50。わずか2点差で逃げ切った。あの時、もう日本の集中力っていうのは、今までないぐらい高かったと思いますし、まあ、そういう気持ちの面での勝利だったのかなと思ってます。ついに手にした銅メダル。 勝った瞬間、少女の心境はまず一番は本当にほっとしましたね。もう勝った瞬間あやっと終わったっていうかやっとメダルを取って帰れるんだっていう、まあ、その後ににう嬉しさというかがもう込み上げてきてであともうチームメイトと抱き合って今まで、あのー、よく頑張ったとかありがとうとかそういう声をかけ合ったっていうのは覚えてますね。 メダルを取って日本にした地元宮城県からは卓球の福原愛選手と並んで特別表彰を受けたほか銀座で行われたオリンピックメダリストとの合同パレードにも参加したまずメダルの効果はすごいなとやっぱ喜んでくれる人がいるっていうのはやはりメダルの効果っていうのはもう尋常じゃないなっていうのを感じましたしあとその後の忙しさというか。 いろろんなところにこう顔を出して、まあ、パレードもそうですけど、まあ、そういう忙しさもメダルを取ったからこそあることなので、まあ、これを僕たちが常々頭の中に入れとかなきゃいけないというか感じてなければいけないことっていうのはブームに終わらせないで一つの根付いたものとしてウィルチャーラグビーというものをやってる部分もあるので。 いかにこのメダルを取ってからがそのやることっていうのが大事なのかなっていうのは思ってますそんな庄司には大きな夢があるウィルチェアラグビーのチームがない地元仙台に新しいチームを作ることだ最初弱くても東北の在住のウィルチェアラグビーやりたいって言ってる人たちの窓口になれるような 場所まあそこからいろいろリクルートしていくというか誘ってで広めていければなと思ってます。ロンドンの時に聴いてた曲でパブリックエネミーっていう人たちが歌ってる「ハーダーザンユーシンク」っていう曲は ロンドンで本当よく聴いてましたね。本当ロンドンの時はずっとこればっかり聴いてたのであとはあのリオ前とか、まあ、リオのその宿舎でぼーっとしてる時とか結構よく聴いてたのがニール・ヤングの「ハート・オブ・ゴールド」という曲は結構聴いてましたね。あなタイトルは後から知ったんですけど <laughs> けどなんかこう聴いててなんかリラックスできるというかなぜかグッとくるというか好きでしたね。 7歳の男の子と5歳の女の子、2児の父でもある庄司、メダルを見せたときの反応はいや上の子は本当に、すごい目を輝かせて、まあ、すごいって言って、もののすごいリスペクトの目で僕を見てましたね。<laughs> 家庭は、静か夫人がしっかり支えてくれている、まあ、家のことをすごい任、まあ、せっぱなしにして。まあ 苦労をかけけたなと思うんですけど、まあ、すすどごく感謝してますジャパンパラとかそういう日本で大きな大会やるときはたままにに応援に行きますねそんな庄司にとって重要な大会が来週16日から千葉で行われるウィルチェアラグビーの国内トップチームを決める大会日本選手権だ12月の161718で、えー、と千葉ポートアリーナ とというところで日本選手権という大会があるんですけど、まあ、日本で一番最高峰の戦いなんですけど僕はあのライズ千葉というチームで出場すするんですけれどもリオでチームメイトだった代表の選手が敵味方に分かれて戦うこの大会4チームずつ2つのプールに分かれて行われる予選リーグは片方のリーグに庄司が所属するライズ千葉をはじめ 強豪4チームが集まる組み分けになったすごいプール分けになったんですけど、去年の1位から4位が同じプールに入っちゃったんですね。で、僕たちライズ千葉は、えっ、ー、と、4位だったんですね、去年。まあ、偏りましたよね。<laughs> まあそこでもでも、あの、可能性はあるので、最低でも2位通過すれば、まあ、決勝リーグ4位以上っていうのは確定するので、 何としてでも2位通過したいですね最後にウィルチェアラグビーの魅力を庄司に聞いた単純に見ればすごい分かりやすい競技なんですねまあタックルして激しい音で <laughs> もう激しい競技なので、まあ、パッと見はもうそこを見ていただければ、まあ、あと細かい難しいルールっていうのは後からえっと見ていくうちに多分分かってくると思うので。 当たりの激しさっていうのを感じてもらえればいいのかなと思ってます。ヘトヘトになりながら勝った時っていうのが、やっぱり一番あのやりがいがあるというか、一番嬉しい瞬間ですよね。勝った瞬間っていうのは、一番は。